30回以上にわたってお送りしているポンペイ好きシリーズの今年最後のテーマは壁画です。これまでにもたくさんの壁画をご覧いただき、その色彩の豊かさはもちろんのこと、テーマの方もトロイア戦争物語だったり、2000年前の食物、美しい女性の肖像画、そして春画に至るまでバラエティに富んでいることがわかりましたが、それより何より驚かされるのは、2000年前の壁画が未だにこうして残っているということではないでしょうか。そこで本日は、これらの壁画がどのように描かれたのか、その技法や種類について迫ってみたいと思います。壁画、フレスコ画とは、壁に塗った漆喰が乾ききらないうちに、水で溶いた顔料で絵を描くことをフレスコ画と言い、漆喰がフレッシュなうちに描き上げることからフレスコ画と呼ばれています。保存性に優れたフレスコ画は、漆喰の水酸化カルシウムが化学変化して顔料が壁に定着すると何千年経っても剥げることがないという代物で、実際フランスのラスコー洞窟では戦死時代のいわゆる天然のフレスコ画が見つかっています。一方でフレスコ画は、漆喰が乾く前に仕上げないと顔料が定着しない上、やり直しが効かないのでいろんな工夫が凝らされるようになり、中には乾いた壁に塗るテンペラ画法も使用されていたことが分かっていますが、ここではごく基本的なフレスコ画の制作方法を見ていこうと思います。漆喰の壁。まず支持体となるレンガや石の壁に約7センチの厚さのモルタルを少なくとも3回に分けて塗っていきます。最初に粗下地から、壁を濡らした後、小石灰に粗砂、時には玉砂利や藁を混ぜて壁の凸凹や隙間をしっかり埋めていきます。続いて中間層。小石灰に混ぜる細砂を少量にすることで湿度を保ち壁のひび割れを防ぎます。そして3層目の上塗りです。カンパス地の役目を果たす漆喰には大理石の粉を混ぜて光沢を持たせ表面を滑らかに仕上げていきます。そしてその上に全体像を把握するための下絵を赤い顔料を用いてラインを引いたり、漆喰の表面を引っかいてわざと傷をつけたりしていきます。漆喰が引き締まってきたら、いよいよ壁画の装飾ですが、漆喰が乾くまでに仕上げなければならないので、おちおちしてられません。壁画の装飾が終わったら、表面を滑らかにした後、壁画の保護や変色を防ぐために、油脂をつけて磨いていきます。壁画の装飾は、画家が絵を描く以外に、左官業も必要となるため、親方兼デザイナーのほか、人物担当の画家、背景担当の画家、そして石灰を練る助手などの職人集団から構成されていました。顔料。気になる顔料の方は衣類の染料と同じく植物や鉱物から作られていました。古代ローマ水道編で紹介したビトルビウスの建築書によると、ギリシャ時代には4種類しかなかった色が、ローマ時代には16色に増え、そのうち2色が植物、5色が鉱物、9色が合成顔料でできていました。例えば黒には木炭が使われたり、石灰やブドウの絞りかすを燃やして、にわかを混ぜていました。白には石膏や炭酸カルシウム、緑色には緑土、黄色には黄土が用いられ、特にアッティカ地方の良質なものが好まれていました。また紫には衣類の染料にも使われた、あの高価な紫貝のエキスが使われていました。
一方青色はエジプシャンブルーと呼ばれた複数の鉱物を混ぜた合成顔料でできていました。そしてポンペイの赤として名高いあのロッソ・ポンペイアノには新車が用いられていましたが、多量の水銀が健康害するため、次第に赤い黄土や酸化鉄の混合物にとって変わり、色合いが微妙に異なるエチオピア産の過酸化鉄、アラビア産の水酸化鉄、黒海の石鉄鉱酸化鉄などが使い分けられていました。また色調を変えるのに色土を熱したり粘土を溶かしたり、異なる顔料を混ぜ合わせ色を増やしていった結果、なんと50色ものバリエーションがあったんだそうです。壁画様式。ポンペイ遺跡では19世紀のドイツの考古学者アウグスト・マウが大まかな年代ごとに壁画を4つの様式に分類しました。これにより壁画装飾が時代とともにどのように移り変わっていったかを伺い知ることができます。第一様式、壁体構造様式。大理石やアラバスタ、ハンガンの切石を積み上げたかのようなこの装飾は、アレキサンドリアのヘレニズム君主たちの王宮の壁面を覆っていた本物の大理石板を模したもので、それはローマにおけるヘレニズム文化の広がりを反映しています。第二様式、建築的様式。カラフルな壁面は立体的な円柱や付け柱などで区切られるようになります。あたかもそこに扉や窓があるのではないかと思わせる、いわゆる騙し絵の建築イリュージョンが窓のない狭い部屋に奥行きを持たせ、空間の広がりを作り出していました。第二様式といえば現存する最も壮大な壁画がここオプロンティスのヴィッラ・ポンペイアにあり、あのネロ皇帝の2番目の妻ポッパイアが所有していたと思われる別荘で、豪邸の名にふさわしい絢爛豪華な壁画を目にすることができます。劇場の舞台装置にも見える神殿や宮殿には演劇の仮面が置かれ、神域の背景にはフォロの広場を思わせる二層式の列柱廊や、両サイドに置かれた演劇の仮面とクジャクの姿。こちら側に向いたクジャクの羽は本物と見間違うほど色鮮やかにかつ精巧に描かれています。またこの壁画全体を改めて見直してみると、究極の遠近法が用いられていることに気づきます。一方、食堂の壁面を飾る豪華な壁画には、神域につながる立派な扉の両脇に金色に輝く円柱。その円柱に巻きつく金属製の鶴には宝石が散りばめられています。また興味深いのは、以前ご紹介したことのあるガラス容器に入った果物や、イチジクと果物かご、そしてリコッタチーズケーキなどが、この複雑な壁面を構成する装飾の一部であったということです。やがて役の役割を果たしていた建築的構造物が消え去り、等身大の壁画が描かれるようになりました。その一つがかの有名な卑弥呼の壁画で、これについてはまた改めてご紹介いたします。第三様式、装飾的様式。立体的な建造物や騙し絵的なものは消え去り、平面的な装飾には牧歌的な風景画が取り入れられるようになり、より洗練された感が強まります。ポンペイで最も洗練された第三様式の壁画が、ここマルコ・ルクレッツィオ・フロントーネの邸宅にあり、赤と黒をベースにした壁面には、額に入れたかのような絵画やエレガントな燭台。また壁面のあちこちにエジプトに関するデザインや動物が描かれていることから、エジプト征服をきっかけに芸術面でもその影響を受けていたことが伺えます。
さらに壁面に近寄ってみると、画面を区切る小さな貝殻や画面の模様、そして非常に細かく描かれた花模様のフリーズに、思わず目が釘付けになりそうです。第4様式、空想的様式。ポンペイでは62年の地震で既存の壁画が剥がれ落ち、その後の修復時に描かれるようになり、第3様式の繊細さに再び建築的要素が加わり、より装飾性が強まってきました。やがて黄色や朱色をベースにした壁面には、窓の向こうに建物が見えるような構図だったり、道徳教訓が示された大きめのタブロー画が描かれるようになりました。こうして富裕層の邸宅を中心に描かれていったフレスコ画は、莫大な費用をかけずとも壁画装飾によって豪華絢爛さを表現できたわけですが、それは想像以上に派手で、装飾過剰気味だったのは否めません。しかしこれらの壁画から注文主の教養の高さや画家のレベルの高さ、そして1500年後に到来するルネッサンス芸術の根源がまさにここにあるということを改めて思い知らされます。ところでフレスコ画がいくら保存性に優れているとはいえ、ポンペイでは火山噴火時に有毒ガスも発生していますし、長いこと堆積物に埋もれていたにもかかわらず、壁画の劣化を最小限に食い止めることができたのは、数メートルの軽石層がシリカゲル乾燥剤のように湿気を吸収してくれたおかげだと言われています。こうして奇跡的に残った壁画には、ため息が出るほど美しいものがたくさんありますので、次回はそれらの傑作品をご覧に入れようと思います。どうぞお楽しみに。それではまた。チャオグラッツェ。